ブルージェイズ、菊池雄星投手がトレード期限までの放出候補になっていると6月30日、日本時間7月1日、米全国紙 USA トゥデ y の名物記者ボブ・ナイチンゲール氏が伝えた。部分は現在、38勝45敗。首位オリオールズ24-5ゲーム差の地区最下位に低迷しており、プレイオフ進出を目指した球団に対して主力選手を放出する可能性がある。 ナイチンゲール記者は、最も期待外れだったチーム、にも部分を挙げ、菊池の他に保守ジャンセン、DH ターナー、ガイアシュキーアマイヤーラがトレード候補になると伝えた。その菊池の次回登板3日、日本時間4日午前8時7分の本拠地でのアストロズ戦に決定。今季5勝目を目指す。